はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソモンスター救済系実況者のリュウです。さあ本日の救済対象はこちら、ロイヤルストレートスラッシャー。マジで誰、このモンスターをね救済していこうと思ってまして、この UR でですね、パックの表紙になってるんですね彼ほらね、ニューステップ4デュエリスト、これの顔になってるんですよ。でこれ OCG の方でも、アニクロだったかな、なんか表紙になってて、なんか公式からね、なんかね強いよみたいなね感じでね、あの押されてるカードなんですけど、これはっきり言っていいですか、マジでクソザコですこのモンスター世界一弱いんじゃないかなっていうレベルで、まずそもそもね出し方バカむずいんですよ。バカむずいっていうか、まあ、むずくはないけど、あのね、決まんね。このカードは通常召喚できなくて、ロイヤルストレートの効果でのみ特殊召喚できるっていうね。これがロイヤルストレートっていうカード。手札、またはフィールドの、モンテガ少女の中から、クイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイト、1体ずつ墓地を送ると、なんか、一応、その、この辺のカード名が記されたモンスター、召喚条件無視ってね。あ、召喚条件無視なくてもいいか、別に。特殊召喚できるよっていう効果なんですけど、これが、まずね、クソザコポイントまず丸1ね、このロイヤルストレートとかいうカードと、それからまあそのこのジョーカーたち、あの絵札たち、これを展開するこのカードにサーチがない。まずそもそも絵札ってこのジョーカーズストレートゲーって言われてて、ジョーカーズストレート引かないとマジで話にならないんですけど、このカードにまずサーチがない。そして、クソザコポイント2、ロイヤルストレートスラッシャー君の、このロイヤルストレートの効果のみ特殊召喚できるっていう効果、これ、本当にロイヤルストレートの効果しか出せないから、浄化ワイルドっていう、なんか絵札系のカードコピーして使えるみたいな効果あるんですけど、これでは出せない。このモンスターは。だから、マジでこのカードを使うと出せない。マジで。マジで弱い。で、効果がそもそもね、あんまり強くない。言っちゃうと。まず打点が2400、1350で、自分の墓地にクイーンズナイト、ジャックスナイト、キングスナイトが全て存在する場合に、全部っぱできる、あ強そうと思うじゃないですか。これねコストいるんですね。レベル1から5のモンスターをそれぞれ1体ずつ手札デッキから墓地を送ると、要はレベル1から5のモンスターを全部デッキの中に入れないといけないっていう、なんかその原作の遊戯さんのなんかそのハイランダーデッキみたいなやつだったらいけるけど、そもそもそのデッキでどうやってこれ出したんだみたいなね。運命力高すぎだろあいつ、やばいだろ一応ギリギリこのコストはいるけど全部っぱだけはちょっと強いね。はい。で、こいつが破壊されると戦闘で自分の墓地の戦速、光属性を3体まで特殊ができる。戦闘だよ。戦闘でこいつ破壊してくるやつおらんやろ、今この時代に。2400だしね。耐性ないし、一切。もうなんか適当になんかバウンスやら破壊やら効果破壊やら全部効くんで。このなんか、胸のハートが可愛いぐらいなもんで、本当に、こいつのいいところは。まあこのモンスターね、今回は救っていこうと思ってまして、これを活躍させるべくデッキを作ってきました。まあ絵札デッキですね、基本的には。絵札の動きして、で浄化ストレートで頑張って展開して、相手の盤面をなんかいろいろ制圧して、まあ、オシリスと頑張って出しながら、ロイヤルストレートでこのモンスターを爆発させるという、まあ、そういうムーブをねなんとかしていきたいと思ってますんで、早速使っていきましょう。ロイヤルストレートスラッシャーデュエルスタンバイ。あージョーカーズストレート来てくれた。ジョーカーズストレートゲースイでさ、このカード来ないとこのデッキ全く動けないんだよねめちゃくちゃ弱いんだよね。このジョーカーズストレートが来ないと本当に弱くて、でこのカードサーチないんですよ。なんかさ、もうちょっと新規でさ、このジョーカーズストレートサーチできるみたいなモンスター追加してくんねえかな、このデッキ。ユーギさん、これでなんか、動かしてたの？すごくない？なんか、このカードなしであの人さ、エクダの三重四デッキぶん回してたわけでしょ。強すぎて腐って感じなんだけど、これ。いや、ほんとに。で、これ、オシリスをテンクリ持ってきて、で、これ、特殊召喚する必要ないです。召喚する必要ないですね。召喚権使わないで展開できるんですよ。このジョーカーズストレート。マジで、このジョーカーズストレートとかいうカードだけは、なんか評価点、5億点あげるけど、他のモンスターに関しては、本当評価値マイナス5億だから、本当に。これ5億とマイナス5億でプラマイゼロみたいな感じあるね。うん、このデッキ。っていうね、文句から入って、まあ、コナミ氏が、追加、エフダの三重子強化パーツくれたら、また手のひらくるくる返して喜ぶからね。手のひらぐるんぐるんするから。
手のひらドリル貝で、リナルドの効果で妖刀竹光を回収しながら、妖刀竹光の効果によって竹光カードを回収。この動きはね、まあ、有名なんで今更解説することもないと思いますけど、まあ、妖刀竹光持ってきてから、黄金色の竹光持ってきて、で3体のモンスターの魂を埋葬し、現れよ神の降臨、オシリスの天空竜。いや、なんでこれ召喚ムービーないの。いや、オシリスの天空竜なんで召喚ムービーないの、意味わかんないんだけど。うらら来た、これうららとかいうカード、ロイヤルストレートスラッシャーのために取っとかなきゃいけないのこれ。いや、俺絶対使わないからな、これ。うらら、このなんか春うららっていうカードを一応、なんか手札に来た時強いと思うじゃないですか。これ違うんですよ、これね、ロイヤルストレートスラッシャーのコストなんですよね。ロイヤルストレートスラッシャーくんがさ、あの、あ、やべえ、これハンドちょっと若干上回る、1枚セットしたかったか、もしかして1枚セットした方が良かったせいだあるな。まあいいや、これはエンドフェーズ帰ってくるから別にいいか。はい、ロイヤルストレートスラッシャーくんの効果がね、あ、まあ来た時説明するけど、一応簡単にレベル1からレベル5のモンスターは墓地を送んないといけないんですよ。だからな、ちょっと裏側はね、レベル3枠として採用してるんで、ちょっとこれ捨てちゃうと、これちょっと効果発動的になっちゃうんですよね、ロイヤルストレートスラッシャーの。いや、今回のデッキ一応ロイヤルストレートスラッシャー活躍させるっていう目的で組んでるんで、なんだかんだこの天空竜6000強いでしょ。オートバレット、あ、これリンクテーマ来ちゃう、リンクテーマ刺さる。いや、リンクテーマはマジでオシリスの天空竜ガン刺さりするんですよ。なんでかっていうと、将来弾が打てるんで、将来弾あまりに強いみたいな話あるんですね、リンクテーマだけは。攻撃表示でモンスターを召喚特殊召喚した時にそいつの打点2000下げて、下げ切れるとゼロになると破壊されるみたいな効果なんですけど、意外とねこれ強いんだよね、リンクテーマ。ほらで、ゴストライカー、まあ、効果発動されちゃうけどね、効果有効になっちゃうけど、まあ、ストライカードラゴンにシューレイジャンって言えば、あ、これ本当はウララ打った方がいいと思うんですけど、まあ、ウララ打つとロイヤルストレートスラッシャーがちょっと、まあ、バニラ2400みたいになっちゃうんで、ちょっと打たないで我慢するしかない。いや、ウララいっぱい入れろと思うじゃん。じゃあウララいっぱい入れると思うじゃん。枠ないんだよこのデッキ本当に。なんかさ、ロイヤルストレート系のカードの前にさ、ゴミいっぱい入れられていけんですよね、デッキの中に。なんかキングスナイト、ジャックスナイト、クイーンスナイトみたいな、あれ全部基本ゴミなんで引いたら。マジやばいっすこのデッキ。いや、これ展開結構きついでしょ。あー、レッドアイズダークネスメタルドラグーンですね。はい、なるほど。このドラグーンは世界最強と言われていますが、まあ一応1ターン1度の名称ターン1がついたんで、まあそんなに悪さしないかなっていうね。よかったわ、やらっとされて。まあ、エンシェントフェアリーしっかり、ダークネスメタルしっかり、名称指定で単一つけることを覚えたらしいですけど、好み君。はい。やば。それもしかしてさ、攻撃力、あ、うざ、攻撃力ゼロだから、攻撃力ゼロだから、リンクモンスターのくせになんか、将来弾受けないとか、肝。このモンスター。肝すぎて草。で、クイーンズナイトを回収して、で、浄化すると帰ってくれ。7000コシリス来た。でもまあ、これはさすがに刺さってるでしょ。これはですね、天球しようなんていけないですね、これね。これ、ロイヤルストレートスラッシャー打ちに行った方がいいんじゃん、これ。ジョーカーズストレートの効果を発動。手札を一枚墓地に送ることによって、デッキから、クイーンズ出して、キングス持ってきて出して、で、まあ、ジャックス出すっていう。まあ、要は、召喚権使わないで、モンスター盤面に3体並べるコンボなんですよ、これね。さすがに強いじゃないですか。サーチあったらこのカードマジで環境レベルの動きするけどな。で、キングスナイトの効果発動。さあ、で、距離、ジャックスナイトを特殊召喚。そして、手札よりマジックカード。ロイヤルストレートを発動。フィールド上にジャック、キングス、クイーンズが存在する場合、このモンスターをフィールドから墓地へ送ることによって、ちなみにこれバウンスされると手札からも送れるんでいけます、一応。あ、使ってくんねえか。で、ジャックス、キングス、クイーンズの魂を墓地へ送り、そのカード名が記されたモンスターを召喚状況を無視特殊召喚できる。現れろ、ロイヤルストレート
スラッシャー出してるやつ初めて見たわ。ロイヤルストレートスラッシャーの効果、うおー、レベル1から5のモンスターを1体ずつ墓地に送ることによって相手のフィールド上のカードを全て破壊する、アルティメットファイブクラッシュいや、おしりずまぐちされた破壊するカードなくなった破壊するカードなくなって草破壊するカードなくなったんだけど、そんなことある助けて破壊するカードなくなっちゃったうざ、お前ふざけんなよ、このタイミングに出てくるのキモいだろ。まあでも一応ここで発動しないとどこで発動するか分かんないからな。そのまま殴るみたいな話あるんですけどね、今のマジでそのまま殴るみたいな話あるんですけど、大丈夫、こっから多分ね、いけると思う、多分キル取れると思う、多分言うてまだ召喚剣使ってないし、クイーンズナイトを送る、そして浄化ナイトでからの、これクイーンズいるようになってるからキングスナイト効果もう一回発動できる、でクイーンズいるから実質ジャックス出てくる、で装備カードをゲームから除外し、ゴッドフェニックスギアフルート特殊召喚、力を借りて上ロッチ君、うおーバトルフェイズ、なんか若干ロイヤルストレートフラッシュにはなんかあんまり、それはいいや、ロイヤルストレートフラッシュにはなんかその似つかわないなんかよくわからないゴッドフェニックスギアフリードっていうのがいるけど許してくださいガチで誰あのキングクイーンジャックはわかるけどこれ誰君は誰、なんかエースみたいな顔してっけど、まあいいかこれが実質エースです。2戦目はですね、あまりにも長かったのでちょっとリプレイでお届けしたいなというふうに思っております。私の反応100点ですね、これ100点です。ジョーカーズワイルドがまあそもそもあるっていう、これがまず第一条件で、これサーチできねえくせにこれ要求してくるのマジでやばいな、このデッキで。これを発動してで、手札1枚捨てることによってクイーンズ出しながらキングス持ってきてキングスも召喚できると、効果でね。でキングス効果によって、ジャックスが出てくるからこれでキングクイーンジャックが揃うということですね。で神速召喚は、この絵札が3種類揃ってると、デッキから、オシリス持ってこれるんですよ。でこれ持ってきてその後出す効果あるんですけど、まあ、別に出さなくてもいいんで、まだ召喚剣使ってないんで俺、まだこれ召喚剣使ってないんで俺、だからここで、2体でイーゾルデを作ってね、まあ、アドバンテージを稼ぐ動きをしていきましょう。でこれで次のターンの攻め手であるゴッドフェネックスギアフリードを、これ城之内くんのからパクってきたカードね、城之内くんからパクってきたカードと、なんだイゾルデの効果で特殊化したリナルドの効果を使って、で装備を回収しながら2枚ドローする体勢ね。これでオシリスの打点を上げていく作戦ね、これ用途を装備して、黄金色発動と、はい。でまあ宝も引いて結構強いな。でこの3体リリースしてオシリスの天空竜、オシリスの天空竜の攻撃力はちなみに手札の枚数かける1000ポイントになるぜ。そしてカードを2枚セットしてターン終了で、エンドフェーズ、浄化ストレートと、それからこうですね、浄化ナイトが、手札から帰って墓地から帰ってくるという動きあるんで、これで手札が増えてなんと打点5000オシリス、さすがに強い、将来弾が打てる5000はさすがに強いと。で相手何デッキだというわけなんですよ、結局遊戯さんでしたこれ遊戯 vs 遊戯となっております。見てください、このブラックマジシャン vs ブラックマジシャンっていうね、激アツ展開ね。でさすがにね、将来弾打てる5000は突破できないだと思うじゃないですか。ブラックマジシャンってね、余裕で突破できるんですね。で、しもべ効果発動されたんで、ブラックマジシャンいなくしたらなんかドローできないんじゃないと思ったんですよ。ちょっと一応、計ら打ったんですけど、普通に、数値の黒マジの引き打たれて、強引に融合して突破していきます、彼は。ユギさん、反動強いな、ユギさん。ユギさん、反応強くね、これ。まあ、こっちもユギさんなんだけど、一応。ちょっとなんかデッキの完成度違いすぎ、ワルタって感じなんだけど、こっちなんか、バニラモンスター5枚くらい入ってっからさ、
キングスもまあ実質バニラみたいなもんだから、バニラモンスターなんか8倍くらい入ってんだね俺の時で。なんかあのマジシャンスロットとかいう杖召喚されて一番強いっすよね。でこれ超ライダンスって破壊するんだけど、オシリスはドジリスだから、マジで破壊するだけで別に効果通っちゃうんすね。効果は通っちゃうんすよ彼、神なのにね。はい、効果は別に無効にはしないと。でマジシャンサルベーションで魂をセットされて、で、はい、で陣がある状態で、ソウルズが発動されるっていうことが、皆さんどういうことか分かりますか、どういうことか分かりますか。これ絶望心下がってくるんです、これ。はい、絶望心下がってきた。で、オシレスの、天空の将来弾は一応撃てるが、魔導陣の効果で普通にオシレスがこのゲームから除外。いや無慈悲すぎるだろ、無慈悲すぎるだろ、これこんなんで除外されんの、これ惜しいですよ、これドジリスだよこれ。で指定の絆も打たれまして、でブラックマジシャンガール出てきますと。でガール出てきてサルベーション効果で墓地のブラックマジシャン蘇生されます。はい、で最後あまだ持ってますみたいな感じでティマイオスのマナコとかいう意味不明なカードは打たれて、これやばくない、このハンド、これさすがにアテムでしょ、これアテム本人でした。はい、これ対戦相手、これ絶対アテム本人で、全部殴られて、一応こいつ盾だったら負けてたと思うんですけど、負けてましたね。はい、負けてたんですけど、一応盾じゃなかったんでまだ耐えてます。で浄化ワイルド効果使って浄化ストレートの効果コピーして、もう一回ジャックス、クイーンズ、キングスの盤面を作っていきます、エンドフェーズに。でですね、マジでやばいのはこれまだ棒が2個残ってるんですね、ブラックマシャンで切って。これあのジンの効果がブラックマシャン出てくると除外できるっていう効果と、あとこのブラックバーニングマジックっていう書いてること本当に意味わかんない、全部パスするって書いてあるやばいカードあるんですよ。この2枚を超えていかなければなりません、私は。はい、遊戯さんの完璧ハンドをどうやって超えていくかっていうのを必死に考えていました、この頃私は。で一応返ってくる浄化ストレートは、で、さらに、浄化ナイトも返ってくると。これね、ガチでやばくて、惜しいです言ってるしね、そもそもの。で、今どういう状態かっていうとね、これ魔法トラップカード破壊されないし、効果の対象にできないんですよ。なんでかっていうと、こいつが、なんか2番の効果で、ドヤ顔で守ってですね、魔法トラップカード。だから、例えばコズミックサイクロンとか、ハーピーの春暴期とか全部効きませんし、あと全部破壊の効果使っても、これ魂の効果で、ブラックマシャンは効果受けないっていう効果あるんですよ、相手の効果。だからこれ開くと、絶対ブラックマシャンと魔法トラップ残っちゃうんですよ。全部破壊カード使っても。やばくないですか、これ。この盤面作られたんで、ほぼ負けなんですけど、一応頑張りましょう、ということで。で、ホープダブル君を、出しまして、で、僕はこのモンスターに全てをかけて、ライオホープレイとかいう最強のモンスターを出そうとしましたが、まあ、普通に永遠の魂で除外されていくという感じですね。ブラックマシャンが蘇生されて。はい。で、無慈悲に、除外ゾーンに僕のエース級モンスターたちがどんどん溜まっていくと。まあこれはちなみにあれです。あいつからパクってきました。ちなみにこのモンスターは、ユーマからパクってきました。はい。ユーマからパクってきたカードが、普通に、アテム最強カードによって分からされて普通に除外されると。はい、で除外されまして、まあぶっちゃけライオホープレイはあんま意味ないですけどね、魔法トラップカードの効果で除外なんで、これモンスターしか止めないんだよライオホープレイ君で、浄化ストレート効果発動で、クイーンズナイトを出しながらキングス特、召喚で、一応またジャックス、キングス、クイーンズが並んでるんで、まあ、頑張ってなんか、なんとかなんねえかなとって頑張って展開してるんですけど、でこれプレイヤーデス出てきますと。はい、これは誰だ、わからん、これもユーマってことにしよう、これもユーマからパクってきたカード、ユーマからパクってきたカードを使って一応バウンス効果フリーチェーンで打てるんですよ、これ。なんで一応バウンス効果使って、今更あまりにも今更すぎる超魔導士ブラックマジシャンゾーンを戻していく、もうほぼ意味がないバウンスね、これ。でいや無理、さすがに。で一応ゴッドフェニックスギアフリードの、特殊召喚効果使って殴ってこいつをね、でブラックマシャガールパクってで、このなんか可愛い女の子食べてゴッドフェニックス出すんですけど、ここもうね、ここしかないですよ、隙は。ブラックマシャンデッキの隙はここしかない。竜騎士ブラックマジシャンがいなくなったタイミングで魔法トラップカード、今要は A の魂を破壊する、これくらいしかないですね、隙が。
このデッキはここのタイミング、ちなみにもう僕はもう、2枚の妨害踏むためにリソースめっちゃ使ってるんで、もう手数はありません。一応あのゴッドフェニックスがモンスター効果が止めれるよっていう効果は一応あるんですけど、まあ、モンスター効果とかいうの使うわけなくて、なんならスキルドレイン入るデッキですかね、これ。このデッキ、はい、スキドレ張りながらブラックマッシュのビートしてるやつはまあちょっとどう考えてもイカれてんだろうと思ってるんだけど、まあ、デッキとしては強いわな。あのデッキスキドレとあの里であの完全ロックしてなんかブラックマッシュのビートしてるだけのデッキあんじゃん。あ、めっちゃ強いんだけどね。で、ジンの効果で、無慈悲にね、エースモンスター全部除外されました。はい、やっぱりこのカードおかしいと思います。このカードおかしいと思います。はい、1個いっていいですか。アテムさんが強すぎる。